はい、どうも、フリーアジェンダです。ということで、今日もやっていきたいと思うんですが、今回のテーマは何でしょう、ヒカルさん。牛丸ごとビジョナリーについてです。はい、多分ね、視聴者の方全く意味わかんないと思うんですけど。これどういうことですか？いや、僕は山内やっぱいい起業家だなって思うんですよ。で、ありがとう。まあ、この多分回のちょっと前に萎縮アナリティについてっていう回があったんですけど、まあ、ちょっともし見てない人いたら結構面白い話なんでぜひ見てほしいんですけど、まあ、あれって要はそのヤモティが大きいイシューというか、まあ、課題っていうのを、まあ、少しずつ分割していって施策に落とせる形にして、まあ、実際に手を打っていくっていう、まあ、話なんですよね。それって結構僕もそういうアプローチが好きで、すごい当たり前のようにやるんですけど、意外に世の中そうじゃない人も多いなっていうふうに思うんですよ。まあ、結構僕いろんな経営者とかと仕事する機会が最近、まあ、結構ここ数年多くて、で、その、まあ、牛丸ごとビジョナリーっていうのは、なんていうんですかね、やっぱ経営者の人ってビジョナリーというか、まあ、でかい、まあ、ビジョンというか、すごい大きな課題感みたいなのがあるんですよね。この課題を解く。これって結構なんかその、牛丸ごと一頭みたいな感じだなと思っていて、で、その、いわゆるあの、ヤモティの石アナリシスで最終的にたどり着いた施策っていうのは、なんか美味しいステーキみたいなことかなと思ってて、丸ごととその美味しいステーキの間には、結構乖離というか、ステップがあると思ってるんですよね。それはすごい当たり前の話じゃないですか。ですね。結構、世の多くの経営者って、なんか牛丸ごと持ってきて、めちゃくちゃこれはもう質のいい牛だから、さあ食えみたいな感じになっている気がするんですよ。なるほど。もちろん牛を、この、ね、うまいことそのまま解体して食える人だったらいいと思うんですけど、結構世の中ってそういう人材がすごく希少だなっていうふうに思っていて、おそらくその肉が、いわゆるその部位ごとに分けられていたら、もうそこからステーキを作れる人って結構多いと思うんですよね。ハラミになってるとか、まあ、なんか紳士にな、取り出されてるとか。でも結構一番難しいのって、牛の全体構造を見極めた上で、どういうふうに牛をまずそのブロックごとに解体していって、どこがいい肉かっていうのを見極めるっていうふうな、その取り分け作業が一番大変らしいんですよね。っていうのをこの前、そのホリエモンさんが肉を解体する動画見てて思ったんだけど、何マフィアだっけ？和牛マフィア。和牛マフィア。なるほど。ここがすごく、例えば牛が良かったとしても、そこの工程がすごく難しいし重要なんだけど、そこの工程を結構担える人材があんまり多くないっていうことと、世の中の経営者の多くは、そこの、まあ、大切さに気づいてないっていうと言い過ぎなんですけど、まあ、牛一頭丸ごとでなんとかなるっていうふうに結構思ってる人が多いなああ、なるほど。なんだろう、ビジネスパーソンって、やっぱその自分にとって扱える課題の大きさってすごく決まっていて、これまでがヤモティがやったみたいなイシューアナリシスっていうのも、まあ、多分あれの一番頂上に、その良いプロダクトを作るとか、まあ、使われるサービスを作るっていうふうな、すごくでかい、抽象的な牛一頭があると思うと、それを渡されただけでなんとかできる人ってやっぱ世の中に多くないと思ってて、この中間工程が結構大事なんだよなって思うことが多いんですけど、まあ、なんか多くの経営者は自分でそこをしないし、そこのなんかプロセスがどういうものかっていうのもそこまで理解してないことが多いなっていうふうに、まあ、僕は今勝手に感じているんで、結構そこら辺をやることが多いですね。僕はすごい得意です。いや、ヒカルさんは絶対得意というか、まあ、当然やってるだろうな、みたいな。なんだっけ。あれ、英語で言ったらケース構図分析。なんだ、ケース構図だっけ。ルート構図ですね。あ、ルート構図だ。ルート構図分析か。その後、聞いてて調べたんだけど、あ、まさにこれこれ、みたいな。トレジャーデータが出してる、なんか、記事みたいなのとかもあって。あれは、こう、データ分析者がよくというか、求められるスキルなんだなっていうのが、そこの記事にはよくまとまってて、わかりやすかったんで、そう、後でリンク、マチルダに渡しておきます。素晴らしい。で、なんか、その、中間の工程みたいな話があって、僕、これ、なんであれ、イシューアナリシスみたいなものにたどり着いたかって話と、
あとはその今の牛1頭の話と紐づく話と2つあって、まあ、なんでたどり着いたかの方は、僕はむしろその下から作っていくタイプだったんですよ。ああ。だから反省なんですよ、あれは。確かに。なるほど。うん。というか、プロダクト作る人ってそうなりやすいはず、基本的には。ハウ、ハウから入るというか、うん、具体的に入るのが楽しいって感じですよね。そう。だし、なんかね、乖離があるんですよ。やっぱり事業って、その大きいサイズの夢を狙った方が絶対にいいものが作れるはずなんだけど、今ってそれを実現する、なんだろう。エグゼキューションって何かっていうと、ほとんどがそのエンジニアリングとか、なんかそういう専門技能が、しかもそれを使ったソフトウェアって、こう、緻密なコードの積み上げじゃないですか。うん。なんで、どうやってもこう積み上げていくっていうプロセスを現場では取るんですよね。うん。で、ことプロダクトマネージャーとして、結構現場に近いとこから始めると、やっぱりこう積み上げることっていうのをすごい意識しすぎちゃって、なんか、なんだろう、その積み上げが間違った方向に向かってるのに気づけないっていうことが、まあ、僕はすごい駆け出しの頃によくあったんで、その反省から来てるっていうのが。うん。ダメダメだったんですよ。意外ですね。あ、でもそういうもんなのかな。うん。うん。なんかね、やっぱ僕はソフトウェアエンジニアリングのバックグラウンドがない状態からプロダクトマネージャーっていうのを始めたから、ソフトウェアエンジニアのこととか、プログラム上で起きる問題が分かんなかったんですよね。が、ゆえに、その、何も分からないときに人ってどうなるかっていうと、その、なんだろう。言ってることの優先度とか重要度が分かんなくなるんですよね。うんうん。判断つかなくなると。何も分かんないことに対しては。なので、まあそういうものを聞きすぎちゃってたりとか、なんだろうな、自分の言葉で腹落ちするまで言語化する、ことをしなかったりとか、なんかそういうことで起こした失敗がたくさんあったんで、その糧のもとに、ああいう、まあ今のスタイルというか、みたいなものができてるかなっていうのは思います。うん。いや、でもなんか、分割するっていうのは結構ビジネスにおいてかなり根幹オブ根幹だと思ってるんですよね。うん。間違いない。どう、まあ、分割も簡単ではないんですよね。良い分割っていうのと、分割の中における取捨選択っていうのが存在するので、だそれがすごい重要な工程だなと思ってて、うん、まあ、有名な数学者の誰かな、デカルトだったかな。まあ、複雑な問題は分割しなければ解くことができないっていうなんか名言っぽいのがあるけど、まあ、それは本当にその通りだなと思ってて、うん、なんか、深い課題っていうのは確かに見つけただけですごく価値があるし、まあ、良い牛は一頭でもそこに価値はあるんですけど、その分割の仕方を間違えるとすごく意味がないし、なんか、やっぱ結構対になって考えなきゃ本当に価値がないなとは思うんですよね。逆に間違った問題を良い分割の仕方してもそれは意味はもちろんないと思うし、うん、まあ、でもそのいわゆる世の中におけるその経営のマネジメント手法とかってやっぱすごく分割に基づいているものがやっぱ多いなと思っていて、結局その権限移譲とかっていう話とか、組織をどういうふうにまあそのグランドデザイン形作るかっていう話とか、あと OKR とかも要はその何どう分割した上でまず何にフォーカスするかっていう話なんですよね、基本的には。間違いない。うん、やっぱこの牛の分解みたいののセンスみたいのがやっぱすごい問われるなと思っていて、でそのビジョナリーな人っていうのは必ずしもそれを持ってる必要はないんだけど、その重要性みたいのに気づいてないビジョナリーってやっぱすごく多くて、うん、そういうのは結構害をなすなっていうふうに思ってるんですよね。こんなにいいマッチハウスにといるのに、うん、なんでお前らいいステーキ焼けないんだ。繋がってないからね。完全だね。その冒頭で、まあ、そのヤモティがいい経営者だなってのはまあそのやっぱの分割、まあ、結構ヤモティはここ数年とか結構良い課題を見つけるってことに対してはすごく貪欲だと思うんだけど、まあ、同時に良い分割っていう仕方に関してもやっぱかなり自分なりのこだわりを持っているところが、まあ、僕みたいにビジョナリーじゃない人間からするとなんか良い経営者の条件の一個だなってめちゃくちゃ思いました。ありがとうございます。でもそれは私のね失敗の糧の上に、まあ 10X を始める前にたくさんした失敗、まあ、あと 10X 中にした失敗での糧の上にこうなってるんで、
まあ、まだ進化の途中ですね。僕もね、どっちかっていうと、なんで、プロダクトマネジメントできるようになったり、そういう、分割の話はめちゃくちゃそうだね。分割ってさ、ちょっとそれちゃうんだけど、スパゲッティ構造とめちゃくちゃ相性悪くない？ OKR とか。ああ、そうかもしれないね。そう、OKR って結構キーリザルトみたいなものをカチッと決めて、そこにチームを紐づけるっていう。そうだね。うん。だからそのキーリザルトってスパゲッティの構造になってることが多いから、そうすると、なんだろう、すごい施策が単純化されたりすると、相性が良くなかったりするんだよなと思って。いや、それはそう。まあ、スパゲッティって言ってるのは多分その、1対 N じゃなくて N 対 N の関係になっていると複雑だって話なんだと思うんだけど、それはその通りで、まあ、基本的にシンプルで良い分割って、1対 N で基本的には物事を分解できるってことを、まあ、かなりベースに置いてるんで、世の中のものそこまで単純ではないんですよね。だから多くの人が、多くの人っていうか、そのなんか、こう、なんだろう、定性的な感性を持つ人が、そのシンプルな分割とか、もしくは OKR、KPI みたいなものに嫌悪感を持つのはそこだと思うんだよね。うん、そんなに単純に、一個のものを1対 N っていう形で分割できないだろう。これとこれもこういうふうに相関してるから N 対 N だろうっていうことなんだと思うんだけど、うん、まあ、それはもうその通りかなと思ってるけど、まあ、それでもし問題解けるんだったらいいんですけどっていう話なんだよね。そうですね。多分 OKR 導入されてる企業の人とかも、なんだろう、その OKR は完璧じゃないって理解して導入されてると思うんだけど、僕はなんかその N 対 N の関係というか、もう少しちゃんとみんながやったことを正しく評価したり、フィードバックに正しく返すにはどうしたらいいかっていうのを考えると、いい制度が思いつかねえなと思って、その結果導入しないっていうのに今は至ってるんですよね。まあ、いろんな他のトレードオフもあるけど。納得感がそんなに小さいチームだから今は帰りがないとか、うんうんうん、だからその辺はね、こう最終的に妥協案を見つけていくのか、それともいい方法を発明するのかして解決したいとこだなって結構個人的に重い課題だなと思ってます。うん、なるほど。はい、でまずそれ1個目で、あともう1個、あの牛丸ごとの話と魚の話は同じだと思ってて僕が魚さばくの好きなのを知ってる方も、まあ、ちらほらいるのかなと思うんですけど、僕ね、魚を一匹買ってきて鱗取ってさばいてお刺身にするとか、なんかそっから料理するとかが好きなんだけど、なんかやっぱ、うん、はい、最近あの魚さばく YouTuber 見てますよ。見てる。気まぐれクックさんだっけ。うんうんうん、すごいね。すごいでしょ。知識量とかがすごいし、うん、なんかね、おとといちょうど見たんだよね、1分で姿作りの盛り付けを作るみたいな動画なんだけど、あ、見た見た、うん、穴を切る速度みたいなのが半端じゃない、あれやばい、うん、なんか普通の YouTuber ってちょっとなんだろう、専門性がない中でこう面白いエントリーを作ったりするっていう方が割と多いのかなと、エンタメ系だと思うんだけど、もう彼の場合はもう明らかに専門性があるもので、人の多くの興味を引けて、で、あのソフトなインターフェースみたいな、全部揃ってるっていう、うん、素晴らしいなと思う。まあ、それは置いといて、置いといてね。なんか、やっぱ、あの魚を一からさばきたいみたいなのも、こうどこにモチベーションあるかなって思うと、やっぱり、その、美味しい成果物を作りたいっていうのはそうなんだけど、あの全体のプロセスをちゃんと身につけておくっていう、あのプロセスを知っておくこと自体が、うん、なんですかね、こう、知的好奇心を沸かせるとか、あの作業をすること自体も楽しかったりとか、そこに自分は関心があるんだなっていうのの表れだなっていう気がしてます。なるほど、魚の分割。そう。まあ、仕入れから考えるわけですよ。今日どの魚仕入れようかなみたいな。比較的な中で一番うまそうな課題を見つけてくるのと同じ で、うん、でそこからこれどうさばこうとか今日何しようとか最後のアウトプット考えながらさばいていくんですよ。確かに、うん、本を書いたら良い経営をしたければ魚を仕入れなさいみたいないや僕の尊敬してる経営者であの、ね、フリルの創業者の堀井さんっていうお兄さんがいるんですけど、うん、彼は最近なんかジビエをさばいて人にこう配ってたんで意味わかんねえなと思いながらいい、ね、まあ、だいぶそれは奥に行っちゃってる感じがするね。そう、森林の奥地まで入っちゃってます、ね、
面白い。うん。なんかさ、ちょっと話戻るんだけどさ、はい。なんかまあ、僕別に自分のことビジョナリーだではないと思うっていう話をしたんだけど、うん。なんか結構僕そのビジョナリーって何なのかなって思うことが結構あって、うん。最近結構自分はビジョナリーじゃないかって思うようにもなってきたんだよね。ほうほうほう。っていうのはやっぱりその、でかい牛一頭っていうかその良いプロダクトを作る、良いサービス、世界を変えるみたいなのって、まあ、ビジョンとしてすごいいいし、まあ、浸透しやすいんだけど、うん、扱えないっちゃ扱えないんだよね。で、そのまま扱えないビジョンにどこまで意味があるんだろうっていうのを結構やっぱ思うことが多くて、僕は結構そのビジョンを、じゃあその一体良いサービスって何なんだろう、良いプロダクトって何だろうっていうのをちゃんと定義して分割して、現場の人が扱える形にするっていうのを結構得意な方かなと思ってて、うん。なんか自分の中に、その、なんかパッショネートにビジョナリーって言葉と、ロジカルにビジョナリーって言葉があって、うんうん、なんかそのパッショネートっていうのはその特に理由がなくてもいいんだけど、なぜかそれをやりたいっていうのがすごく強くあるっていう状態。うんうん、だって同時に、まあその、組織のサイズによるけど、それはやっぱり現場の人とか周囲に説明可能なものでなければならない時が来ると思ってて、そこにはその、それが結構やっぱ分割された形で、ロジックとして、なんか示される。っていう風なそのオケーションが必要な時はあると思うんだよね。うんうんうん。一種のビジョナリーの形かなっていう最近は思うようになっていて、なんか自分はそのパッショネートのビジョナリーっていうのはパッションがあってすごく強ければその説明不可能でもいいと思うんだよね、ビジョンだから。うん。でも同時にそれをなんか説明可能な形にするっていう工程もすごい重要かなと思ってて、うん。それを担うことはそれはそれで一個のビジョナリーなんじゃないかなっていう風に最近って結構前から思うことが多くて。うん、なんで自分はそのロジカルなビジョナリーをちょっと歌ってます。いいですね。まあでもそのうん、ごめんね、なんかビジョン、なんか自分にビジョンがあるから結構怪しいっすね。ああ、うん、うん、なんかね、僕がこの会社を起こしたりプロダクト作ってるのの根底にあるの何かなっていうと、物作るのが好きっていうその一個に尽きるんですよね、うん。でどうせ作るんだったら良いものを出し、どうせ作るんだったら多くの人を助けるものを出しっていう、なんかその結構当たり前じゃないですか。例えばアプリ作ってみました、でストアに出したら何だろう、500人が使いましたと5万人が使いましたったら、それはみんな5万人使うものを使いたいじゃんっていうのに近い話で、うん、やっぱ多くの人の助けになったり、まあ、認められたり、まあ、それで誰かが豊かになったりみたいなものを目指すのは、物を作るのが好きだったら普通、まあ一定普通というか割と共感してもらえる内容だと思うんですけど、根底はそれでしかなくって、うん、で今だと何だろう、ベッドしてるというか、その日本における食品の流通を、まあオンラインの食品の流通を10倍良くするものにしようみたいなのは、なんかそれをやっていく過程で見つけた中で、やっていく中で見つけたものだし、なんかその見つけたものを解けるのは結果的に自分たちが今一番近い位置にいるしみたいな、こうだからじゃあそれをやるためにはどうしたらいいかって、そのロジックに落としていったりはするんだけど、じゃあもともとそういうものが、僕がオギャーって生まれた時からこうめちゃめちゃこう根拠のないパッションがあって、ビジョンがあったかっていうと、そういうわけではないんで、なんだろうね、こう自分は割と無だなって思いますよ。それはね、気づいているよ。ああ、そうか。いわゆるパッションがあるビジョナリーっていう気はそんなに僕は知ってないかな。まあ、パッションはあるんだけど、うん、なんかそのビジョンに意味があるわけじゃないというか、うんうん、まあ、その、なんだろう、まあこれってどこまで本当の話か知らないけど、まあその、まあ、ファウンダープログレムフィットみたいなものがあると。はいはいはい。要は解く課題が何かってことと、特に創業者が誰かっていうものの間には、まあ、明確になんかその相性の良さがあると、うん、それはまあなんか相性の良いフィールドを見つけてるなっていう気はするっていうか、まあ、そういうふうなことを考えてエントリーするんだろうなって思うんだけど、うん、でまあそれがビジョンに基づいたものかっていうと、なんかそういうわけじゃないのかな。うん、そうだね。うん、でもそれ別に説明できてればいいんじゃないって思う。そうだね、まあ、確実に相性はいいと思うし、なんか、まあ、覚悟は決まってるし、うん、いい位置にもいるとは思ってるから、
まあ、まあそうなったらあとやりきらない理由がないからやりきるんだと思うんですよね。だけどめちゃくちゃこう無償の愛があるわけではないっていうか、うん、あ、それ面白い。うん、子供に対するような愛情があるわけではない。うんうん、かな。僕たちにマーケットとしてあんま成立しないっていうことが見えたらパッパと別のとこ行くっていう。行くだろうね。そうだろうね。例えば、うん、ロケットを上げますとかってこう夢があったとして、だけど実は宇宙なんてものはなかったってなったらさっさとやめるっていう。ああ、うん。それは確かにあるかもね。うん。なんかちょっと前になんか、なんだっけな。そういう、いわゆるその農家とか生産者を助けるみたいな感じのサービスを営んでる人がいたんだけど、うん、やっぱなかなかマーケットとして難しいし、なんかそんな短期間跳ねる感じもやっぱちょっとしなくて、うん、これまあちょっと目がないとは言わないんですけど、結構時間かかりそうですねみたいな。うんうんうん、なんか言ったら、いや全然分かってますよみたいな、うん。でも30年とかやってればいつかはそれ来ると思うんですよみたいな。この領域がすごく好きなんでそれでいいと思ってますみたいな。なんかうんうん、なんだろう、だからその、跳ねるかどうかは別としても、その領域にベットしているというか。まあ、それはちょっと無償の愛を感じたけどね。確かに。なんか無償の愛ってエゴでもあるから、結局、その、なんだろうな、人を巻き込まない範囲でやるべきではあるかなっていうのが、個人の整理ですね。うん。その、事業とかだったら。確かに。そうだね。うん、でも、誰かを巻き込むだったら、僕はその人の、周りにいる人の、なんだろう、を幸せにするってとこまで、やっぱ、その、創業者とか社長って責任を持つべき存在になるし、こう、昨日、りっちゃんに言われたんだけど、その、社会の後期だっていう。で、やっぱり僕らの会社はもう後期になっていくべきだっていうふうに考えてるから、そうなるとやっぱ責任が伴うんで、こう、30年成功しませんっていうのは絶対に口が裂けても言えないかなっていうのは、思いますね。うん、まあ、趣味の範囲とか、あとは数人の納得したメンバーだけでやるだったらいいんだけど、採用したりする上では、それはちょっと言っちゃダメかなって思って。全員が同じ無償愛を持っているのは結構考えづらいからね。うん。否定するわけではなくてね。うん。うん、いや、伝える。今なんか別のこと話そうとしたけど、めちゃくちゃ忘れた。忘れちゃった忘れちゃった。ああ。いや、なんかそうだ。そう、元の話に戻ると、うん、なんかでかいものってなんかいいんだけどやっぱり実現性が低いよなって思う話で、もう一個やっぱり、まあ、宗教とかもあるかなと思ってて、はいはい、まあ、宗教とかもそのよく生きようみたいな、うん、感じのがなんか根底のビジョンとしてあると思うんだけど、うん、それだけだとやっぱり人ってよく生きることができなかったり、人によって解釈がすごいばらけるから、めちゃくちゃ経典とかで具体的な生活行動様式っていうのを定めて全員のそのフォーマットに習わせることによって、まあ、一種あれだけの一体感だったりとか整合性っていうのを生み出しているわけだなと思ってて、うん、まあ、その経典を細かあそこまで細かく書く、あそこまで細かくってそれって結構その宗派によって違うんだけど、細かく書くのはいいことは分かんないけど、まあ、よく生きよっていうメッセージだけで全員がそのアクション取れるかっていうとやっぱそうじゃないっていうのが、うん、まあ、僕のやっぱ考えかなと思うんだよね、うん、やっぱすごい面白くて、その経典みたいなやつもすごい細かく決まってるけど、それでもやっぱハックする人間ってやっぱいるらしいんだよね。うんうん、例えばなんだろう、仏教とかだったら、その仏教が作られた時代に作られた経典とかは、まあ、例えばなんだろう、まあ、お酒は飲んではいけないみたいな。うんうん、でもなんか例えば現代社会とかである合成麻薬とかって別にその時代になかったから、経典で別に禁止されてもいないと。だからしますみたいな人とかも全然いるらしくて。ああ、なるほどね、うん。とか、あとなんか一日食事はなんか何回までとか決まってるけど、うん、飛行機の上に乗ってるときは、なんか一日っていう単位が曖昧だからめちゃめちゃ食いますとか。そういう人、ね、めちゃめちゃだ。いるんだ。うん、まあ、行動様式、そこまで細かく分割して決めたとて、うん、ハックはあるっていうのは、なんかそのまあ KPI をすごい細かく決めてもやっぱりハックされるっていうのと近いなと思うんだけど。だからそこまでやっぱ細かくガチガチに分割するとか、それがロジカルであるっていうものに対してやっぱり面白くないって思う人いるのは当然かなって、まあ、正解はやっぱその空間にあるかなと思うんだけど、うん、
そこまで細かくこうなんだろう行動様式決めたり細かく分割したりすると面白くないから、やっぱそのよく生きよっていうメッセージだけでさあみんなどうぞっていうのはやっぱちょっと違うかなっていうのはめちゃくちゃ感じるかな。確かに、なんか細かい法律が乱立したり社内ルールがめちゃくちゃたくさんになってくっていう話と結構近いよね。だから、うん、まあ、今この会社経営してる人とかで、まあ、そういう方向で経営しようとしてる人はすごい少ないんじゃないかと思うんだけど、うん、あ、まあちっちゃい企業だったらね、なんか基本的にはやっぱり思想を縛っていくというか、うん、その思想のレイヤーを縛ってて一定のハック、まあ、ハックしてくるような人は入れない、そもそも違うっていうのをできるだけフィルターするとか、なんかそういう活動をするんじゃないのかな。そうかもしれない。うん、難しいけどね、人は変わるし。うん、まあそんな牛とビジョナリーの話でした。そうですね。いやこんなとこかね、はい、はい。ということで、牛とビジョナリーの話気に入った方チャンネル登録お願いします。いやげんだでした。じゃあまた。はい、また。